その時の時間がやってまいりまして、いつもの外国人育ったトムです。そして今回のドッキコははい、高木美咲です。よろしくお願いします。お願いします。これテイク3か2です。 2? まだ2です。いやいや3でしょ。だってバリエーションいろいろ書いてるからね。怖い、毎回違う。トムさんやだ、怖い。いや怖いの。いじめられてます。いやそんなことないよ。そんな言ったらみんななんかもうそうトムひどいやんってなるでしょ。ひどいです。ひどいなの。いやそんな、じゃあそんなひどい人から、はい、ちょっと無茶振りしようかなと思ったけど、はい、そんな言われるんだったらやめときます。あ、優しい、うん、最近どうなん、でもどうなん、はい、どうなん、どう、仕事ですよね。いや仕事じゃなくて、もう日々の、要はだって春が終わったでしょ、はい、花見しました、しました、しました。桜いっぱい見た、見ました。でこのなんかちょっと中途半端な天気になってきたけど、はい、もう夏ですよ。そうですよね。 夏旅行行きたいなと思って。毎年行くんで全然決めてないんですけど、とりあえず10月にグアム行く予定になってます。いいな、グアムいいな。ハワイとかわかんない。グアムだけ、グアムだけです。兄の結婚式で行くんです。すごいな、いいな。そうなんです。ちょっとお土産買ってください。あ、買ってきます。マジで、はい、買ってきます。僕ね、あの靴がいいです。ねえ待って、チョコとかじゃないんですか。鉄板な、あの靴がいい。グアムだったら僕のサイズ置いてるんで。ああ、確かにそうですよね。日本だとあんまり買えないんですよ。あ、そう、了解です。後でサイズ教えてください。30センチです。あ、でかい。30センチ探してみます。そうね、どうでもいいっしょ。早くさっさとゲスト呼んだ方がいいですよね。はい、今回のゲストはね、なんと2年ぶりぐらいです。あ、そうなんだ。はい、素敵な方です。はい、今回のゲストは清原ゆきなさんです。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。2年ぶりって。2年ぶり、はい、前の回覚えてます？はい、番長、番長、サラリーマン番長で何してた？フリーズしました。ね、すごいよ、腕が。はい、はい、ありがたいこと。あのとんでもない確率を、多分初時だったんじゃないかな、その時は。そうですね、多分初時に近い感じで、これ何が起きてるのかなっていうような感じでブリューンって、いやいやいや、多分6万分の1ぐらいですよっていうのは。そう、あ、そうですかっていうのはね、はい、かなりいい回になったんで、今回は、はい、そんなような展開になるといいよね。そうですね、今回もあのフリーズしたいと思います。お、はい、強気、強気で、ね、で今回はね、多分前回多少ルールが変わってるかもしれないので、はい、ちょっとルールの確認お願いします。そうなんですか。わかんないんで。あ、なるほど。僕もわからないんで、それはドキコンの仕事ですよね。はい、そう、お願いします。制限時間は開店からの5時間で、はい、勝敗はサマイスで決定します、うん、はい、で2人とも勝ったら豪華景品をプレゼントで、うん、1人だけならサイン色紙のみのみです、うん、で2人とも負けちゃった場合は残念ながら何もないので頑張ってください。はい、はい、変わってなかったです。あ、なんだ、よかったよかった。こっちも焦りました。そうそうそう、今一瞬これもね、でね、はい、まあ2人が負けることはまあないでしょう。そうですね、引き強いし、で今回ねちょっとまあいろいろこう信頼が入ってきて、はい、あの普段なら何に打ちます？普段だったら私は北斗の拳トモにまず行くことが多いんですかね、うんうん、今回ねちょっとね僕おすすめの台あります。はい、何ですか？キングパルサ。キンパル、キンパル、キンパル、私打ったことないですね。大丈夫、前回の番長のことを思い出して確かに前回もって言いながら、僕はこの台いいですよいいですよって言って、そうですね、まあそれでキンパル正直ね朝一がすごい簡単です、うん、へー、リセットモードの台がつかめば、うん、ほぼ朝一は出玉作れると思います。へー、なのでちょっと4台あって、はい、僕は攻めます、はい、もしよかったら一緒に来てください、はい、もしよかったらね強制じゃないんで、よかったら。迷いますけど、ぶっちゃけ本当前回の流れをつかめたのはトムさんのおかげだったんで、ちょっとそこを信じて、うん、ついていこうかなって気持ちがありますね。ありがとうございます。いやこれ正しい、もうゲスホストをこうちょっとこうやる感じですよひどいとか言うのはおかしいでしょ。あ、そうですね、そんなどうでもいいよね。はい、じゃあ最後に例のポーズをビシッと決めたいと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい、いきます。外国人スロットトムの今がスロドキできてない見せて。頑張ります。
おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いや、おはようございます。いやー、おはようございます。おい、ヤンクルがいる。今日は大丈夫よ。おっと、意外とあバジュも取れるし。あれ、キンパルどこやろ。ついていこう、トムさんに。え、意外といろいろ空いてんじゃん。わ、逆に困る。キンパル、キンパル、キンパル、パル、パル、パルキン、パルキン、パルキンどこだ。パルキンここ。え、どこ。え、あー、あった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 、目の前にあったやないか。そんな作戦。よし、それでいこう。あの、私初打ちなんですけど。よし、あの、キンパラトムさんに乗っかって今日は打ってみようかな。計算上どっちか絶対勝つよ。頑張ります。頑張ろう。優しい台ということで早速キンパラスタートします。よし、キンパラ打ちます。いや、隣同士ちょっとね、こうドキドキするよね。まあ、いろんな情報を知ってはいるけど、聞かれて答えなかった時のがっかりさせるとこが一番ね、緊張する。お、おっと、おっと、 OKOKOK、 リセットモード。12ゲームで、はい、ゲッチュ。12ゲームでヘッドしました。リセットモードゲッチュ。やったー、12ゲーム。よし、やばいね。バーやった。まあ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 、まあ、バーですけど、ありがとうございます。うわ、マジで。まあ、これが多ければ多いほど、はい、モードが期待できるから4つだから、まあ、はい、モード B 以上プラスなおかつ多分天国に行ったと思います。マジですか、ありがとうございます。もう天国、多分もう天国。よし、すごいわ。トムさんが優しく、すごい、まあ、キンパラも優しいけど、トムさんも優しい。すごいわ。トムさんも優しく教えてくれるから、すごく安心して次も期待して打てそうです。いきます。カエルは続いてます。わかる、カエルが5連すると確定だから。おー、今もう次もう1回出ればもうそこで確定する。やったね。あ、戻った。はい、オッケーオッケー。いきます。いや、もう僕の台見なくていいんじゃない。これオッケーオッケーオッケー、全然オッケー。やったー。これでここから 75% でずっとループする。よし、頑張ります。 75% のループは熱い。またバー、またバーですけど、いや、僕のいらないでしょ。もうなし、僕もなし、もう横で実況します。あー、バーか。バーはね、しょうがない、しょうがない、しょうがない。注目すべきなのがそのボーナス終了後の画面です。そこにカエルがいると大丈夫。カエルがいなきゃちょっと不安になる。さすがに1回で落とすことはないでしょ。うわ、もうあれ、あ、カエルはちょっと不安。でもまだ分かんない、まだ分かんない。32ゲームまで増して、それで来ると思う。はい、頑張ります。一応連チャンは32ゲーム以内に連チャンするって言って。はい、よし。俺リップ3連したけどね。
2連チャン目。お、当たった？オッケー？やったー！すごいわ。よかったー。6ゲームで、3回目当たりました。バーバーできてるので次は赤7。ああ、ずっとバーばっかり。弱い。まあ、3連チャン。やばバンストップしたし、リプセンデです。もう一回リプレイ引くとボーナス確定。うわあもう。やっぱり俺のないらないよね。あ、プレミア。プレミア。プレミア。プレミアゲット。え？タイムレスキューのキャラ。これがタイムレスキューのキャラなんですか？おお、初打ちでプレミアゲットは今日は幸先いいんじゃないですか？ボーナス中に14押し逆押し出るけど、逆押しナビを1回も出なかった場合はパンクで1ゲームにする。見たこともあまり聞いたことも、14押し普通に OK。 まだ俺見たことないな、パンク。モード B 以上ゲッチュ、おそらく当たってないけどリプレイの音が遅れてそれでモードがいいっていう可能性がある。よし、お、バウンストップ、リプレイバウンストップ、やっぱりね、いいモードにいる。うお、オレンジバウンストップ、バウンストップ祭り。まあこういう、まあ今そのね、天国が確定してる状態で次に注目すべきところが終了画面の回路の数が当たりました。終了画面の回路の数がね、全員いてたら超天国の可能性が出てくる。薄いけどまだ。おお、僕は153で、ピック。よし、それでまあおそらくリセットモードか、まあ、B 以上が濃厚なんで頑張って天国に入れます。入れちゃいます。ビッグの方が多いはずですよ。そうなんですか？ビッグの方が多いはずなのにバーばっかり引いちゃう。振り分けにある意味ちょっとね、逆の引き必要みたいな、恵まれてない、振り分けに恵まれてない。それでも天国抜けなければ大丈夫。
さあ僕は一発天国に入れるかどうかの勝負が一人、まあモードビー以上が濃厚なんでそれは残るでしょうっていうような感じだけど、まあ天国に若干ね気合が上がります。そして1ゲーム目に演出が発生するとより大丈夫か、もう一回出る、出たー、 OK 僕も天国、あれでだ、オッケーオッケー、バンストップ、バンストップで外ればボーナス確定、 Thank you、 俺も天国、じゃあ僕の台移っても大丈夫です、ビッグ、しょうがない、残ってしまい、残ってしまい、残ってしまい、よーし、OK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 、4匹、4匹、4匹、そこ日本語すっげー難しいとこやな、1匹、2匹、3匹、4匹、当てる？当てない、当てないか、4匹、4匹、4匹、OK、やっと、シュシュシュ、1つし成長しました。いやそれ難しいよ、ものによって数え方が違うっていう、あら5連しない、ここでまずバンストップするんちゃう、これしなかった、まあ非転敗する、あバンストップしました、ここでよーし、パーフェクト、カエルは出ない、出ない、一匹ゼロ、えゼロゼロ、あー不安、不安だけどでも大丈夫でしょ、なんかいいね、人にこうなんかちょっと教える気分、だいたい言われる立場なんで、お前間違ってるやろみたいな、それは見て今日はちょっといいことできてると思う、だからこそ今日はちょっといい感じじゃない、今日2人とも気分よし、残っちゃえ、残んないな、残んないな、まだいる、たぶん 75% でしょ、 75%終わった、俺も終わった、あー遅れが出た、僕が今リプレイの遅れが出た、ということは、ということはモード B 以上が濃厚なので追っかけないといけないです、これが仮に1000ゲームハマっても、そうなんですね、そういうそういうパターン、いや嬉しいようで嬉しくない、俺ちょっとねスッとやめようとちょっと思った、俺はじゃあ出なかった。さっきの
ボーナスの終了後から最終ゲーム終わっちゃった。おいや、まあ、分かんないよ、まあ、分かんないよ。ここ最後の最後に、あー抜けた。32ゲーム終わった。一応終わった時がこれが一番のやめ時。へー。要は、まあ、追っかけてもいいけど、ここは一応モード A に移行するケースがここで多くて、はい、引き戻しモードか B か A、はい、で、まあ、引き戻し行くこと多いんだけど、そこからまた B に上げれるかどうかで、ここは追っかけるかやめるかここで決めた方がいい。じゃあ一応ちょっとだけ打ってみて、運命の分かれ道。もしリプレイの後に遅れが出たり、あのリプレイの時にバウンしたりすると、そこだけは注目してほしい。はい、引き戻し硬くやっていこう。カト、今日は絶対カト。勝ちましょう、勝ちましょう。俺も含め二人で一緒に今日は勝ちましょう。もう一回やった、 OK。 447で次のレボーで出てくるよ。よし、ソーセージ6000、448でやった。ケロ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 ピック、やったの。もっと知ってほしいののコーナー、このコーナーはパチスロ初心者の私たちドキッコが実際にパチスロを打ちながら勉強するというコーナーです。ただ打つだけではなく、届いた質問に答えながら視聴者の皆様にドキッコをもっと知ってもらおうっていうコーナーです。それでは台を選びに行きたいと思います。行ってきます。さっきトムさんにジャグラーをおすすめって言われたので、ジャグラーにしたいと思います。どれにしよう、いつも悩むんですよね。今回の台はこれにします。じゃん、これマイジャグラー3かな。あ、ブドウ。なんか待って、これなんか光ってる気がする。え、これ光ってるよね。え、違うのかな。わあ、なんかなった、よくわかんない大変だ、どうしよう。 なんだろう、やばい、パニック。これは当たり、当たったのかな。わあ、いっぱい出てきた、すごい嬉しい。